こんにちは。日本で生まれ、日本に住んでいると、なかなか日本の本当の姿がわからないと言います。まさしく私がそうです。日本の真の良さ、短所など、もっと客観的に見てみたいと思っています。マンリオ・カデロさんという方がいらっしゃいます。2002年に、 中日三倍の共和国特命全権大使を任命され、2011年5月、中日大使全体の代表となる中日外交団長に就任、現在、講演活動など幅広い活躍をされています。だから日本は世界から尊敬されるという著書で有名な方です。今回ご紹介する一冊は、 世界が感動する日本の当たり前日本人が当たり前にしている様々な出来事、習慣などを外国人の目線から書かれています。本当かなと思うことやくすぐったくなるようなこと、これはいけないと思うことなど多数書かれています。いくつかご紹介していきましょう。 まず日本の天皇制について書かれています。日本のように天皇が125代続いていることは外国の歴史にはありません。それに驚きを感じ、また皇居のシンプルさに感動しています。外国の宮殿といえばきらびやかで派手な印象を受けますが、日本の宮殿、皇居は質素で、 まるで神社にいるようだと言っています。また、日本の市街地の道路にゴミが少ないことも書いています。これは外国人がよく言うことですね。私たち日本人にしてみれば当たり前のようですが、外国から見ればゴミがなく見えるそうです。また、神社に参拝する前の手水など、清める、みそぎ、 といった神道の精神など、外国から見ると当たり前ではないそうです。ここで一つ、私が知らなかった場所の紹介をします。九州、福岡県、宗像市、玄界灘の真ん中にある沖の島、神宿る島と言われています。島に宿る神が信仰の対象になっており、 人の立ち入りを禁じています。一般の人が島に入れるのは祭りの時のみ、しかも200人程度と人数に制限が加えられています。そして、女人禁制。寝食は常駐していますが、島に入る時には全裸になって、海中で汚れを払う、みそぎをしないといけません。島には、 4世紀から500年間に及ぶ古代祭祀の跡が数多く発掘されています。また、世界から船で運ばれた宝物は全て国宝に指定されました。それらは約8万点に上り、海の焦燥院と呼ばれています。まだこのような島が残されており、今も上陸が許されない島を守っていることが 素晴らしいと思います。さて、メイドインジャパンについて少しご紹介します。万里恩氏は、日本の市販薬、漢方薬、それから松田のガソリンエンジン、茨城製作所の小型水力発電機カッパ、PJPI 社のカーボンバッテリー、 自立するバイクシステム、ホンダライディングアシストの素晴らしさについて触れています。日本の技術はまだまだ捨てたもんじゃないですね。次に和食について書かれています。日本食といえば、鰹節から取るだし、刺身、一汁三菜、日本酒、ウイスキーなどが、 日本では当たり前とされているけれど、世界からとても注目を浴びているそうです。日本ではファーストフードや洋食などにどうしても人気が集まりますが、もう一度日本の原点に戻って和食の良いところを確かめてみるべきですね。ところで万里恩氏は日本の当たり前に疑問を投げかけていることもあります。 何かというと、和製英語。例えば、リベンジ。今日、ラーメン屋に行ってみたんだけど、閉まってたので、近いうちに必ずリベンジします。などという使い方をしますよね。もう一度挑戦してみるっていう意味ですね。でも、英語の本当の意味は、報復することにより、正しさを実証する。さっきの、 ラーメンの例なら、ラーメン屋の店主に敵討ちをするって意味になってしまいます。また、いい加減な人という意味で、アバウトな人と言ったりしますが、これまた、英語ではこんな使い方はしません。日本での当たり前が、外国では通用しないということです。間違った使い方をして恥をかくだけならまだいいのですが、 使い方によっては命の危険を伴うこともあります。普段使っている和製英語が本当はどんな意味なのか知っておく必要がありそうですね。この本には他に外交官という立場から日本の外交についても書かれています。特に韓国や中国との関係について書かれていることはかなり興味深いことばかりでした。 賛否両論あるとは思いますが、知識としてぜひ一度読んでおいた方がいいのではないでしょうか。この本を読み終えて、マンリオ・カデロ氏がとても日本のことを愛していてくださることに感謝の気持ちを持ちました。だからこそその期待を裏切らないように、私たち日本人が日本の素晴らしいところを受け継ぎ、大切にし、 少しおかしいなと思うところは改善していく姿勢をいつも忘れないようにしたいですね。先日のハロウィンでお祭り騒ぎをした次の日の朝、街がゴミだらけになっていた。なんてとても恥ずかしい光景ですね。日本人としての誇りをいつも忘れずにしたいなと思いました。ありがとうございました。 もしよろしければ、チャンネル登録よろしくお願いします。